皆さんおはようございます。岩手グルージャ盛岡の藤井浩大です。今日はですね、 J リーグの再開の日、 J3 第15節かな、15節のヴァンラール八戸戦の1日です。今日夕方5時から、キックオフなんで、それに合わせて食事だったり準備をしていこうと思います。今日の試合、少し順位が上なんで、相手の方が勝てば入れ替えますし、負ければ差が開いちゃうような試合なんで、絶対に、負けたくない相手なんで、しっかり準備して勝てるように。僕は多分ベンチからスタートになるんですけど、何かこう力になれるように、準備していこうと思います。夕方の試合なんでまだ結構時間があるんで、少しこうゆっくりしながら準備していこうと思います。はい、いただきます。午後の時間までちょっとまだまだ時間があるんで、午前中に散歩しておきます。ちょっと今日は曇り模様ですね。雨降んないといいけど、嫁さんと一緒に散歩してます。ちなみにこの、なんていうんだろう、ドローコードっていうの、マスクのこのコードは、奥さんのお母さんが手作りで作ってくれました。すごいいい感じで気に入って使ってます。はい、散歩から帰ってきたんで、お昼ぐらいまで寝ようかなと思います。ナイターの試合とかだったりすると寝ることが多いですね。午前中は一回散歩で体を起こしたところあるんですけど、ちょっと寝て、眠気取って、試合迎えたいと思います。じゃあおやすみなさい。いただきます。忘れ物ありそうで怖い。はい、準備が終わったんで、今から軽食の方に行ってこようと思います。今日は多分僕はベンチスタートになると思うんですけど、センターバックなんで、あんまり途中で変わることはあんまりないんですけど、出てる選手が足つっちゃったりとか、戦術的にも試合に勝ってて残り時間守りきるっていう時に多分出ると思うんで、そういうのをちょっとイメージしながら、準備していきたいと思います。じゃあ行ってきます。シャーター。そして監督は熱き魂闘将秋田豊監督です。試合後のご飯です。そのリクエストしている豚汁を作ってもらいました。いただきます。あれで3回ぐらいですけど、いただきます。では勝ちました、片割富山高橋翔太選手のインタビューをお届けします。2対1の今日の試合、3対2で勝つことができました。応援していただいた皆さん、ありがとうございました。J リーグが再開して後半戦なんですけど、その再開の1試合目勝てて本当に良かったと思います。最後まで諦めずに戦い抜いた結果が、やっぱり3点取って勝つっていう結果につながったと思うんで、
これを機にまた後半戦も波に乗っていけたらなと思います。僕個人としてもしっかりと試合に絡んでいけるようにまた明日からしっかり準備していきたいなと思います。まあ、残り13試合になりましたけど、いつチャンスが来るか分かりませんし、一試合一試合しっかりと戦う気持ちで、準備していきたいなと思います。時をサポーターさんから何かわいい、手作りですかね、手作りのキーホルダーみたいなのを作っていただいて、いただきました。本当にありがとうございます。サポーターさんかな、なんかこんなにいっぱい差し入れをいただきました。ちょっと直接は受け取れなかったんですけど、スタッフさん自体で、いただくことができました。本当にありがとうございます。また次すぐに、次は長野戦ですね。次長野戦アウェーで試合があるんで、そこに向けてしっかりと準備して今日勝った勝ちをまたつなげていけるようにやっていきたいと思います。明日また練習あるんでしっかりと練習してコンディション上げていこうと思います。今日試合後に、なんかサプライズみたいな感じで花火も上がってて、もう盛岡そろそろ暑い時期が終わって涼しくなってすぐ寒くなるんですけど、なんか夏らしいことをやっと感じれた感じがしたんで、花火もすごい綺麗でしたし、まあ勝って、花火が見れてよかったなと思います。また次すぐに、来週長野との試合があるんでしっかりと準備していきたいと思います。今日も見ていただいてありがとうございました。次もまた頑張りますんで、また応援よろしくお願いします。もしよかったら、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。